トヨタセリカトヨタセリカ XX セリカ XX はかつてトヨタ自動車が製造販売していたクーペである6気筒車日産フェアレディ Z の成功に刺激された北米ディーラーの要望により4気筒車セリカの上級車種として6気筒エンジンを搭載することを主眼に開発されたその経緯からスポーツカーとして認知される日産 フェアレディ Z と対比されるが、本社は GT カーとしてカテゴリー分けされることが多く、フェアレディ Z との対比はカテゴリーを超えたものであることに留意すべきである。当時のアメリカでは X の連機が映画の成人指定度合いを示すため、北米向けを含めたすべての輸出者は X の連機を避け、スープラと命名された。このことによってセリカ XX は、 日本国内専用の社名となり、最終的には、日本国内の社名もスープラに変更され、セリカ XX の名称は消滅した。1977年の東京モーターショーに、既存の A40 型セリカのノッチバッククーペモデルを、ベースに2シーターロングノーズ化し、M 型6気筒エンジンを搭載した、コンセプトカーのトヨタ CAL-1 として参考出品。 セリカの上級車種として、翌1978年登場。CAL-1 同様、A40 型セリカのリフトバックモデルをベースに、フロントノーズを延長し、M 型6気筒エンジンを搭載。ラグジュアリーな雰囲気を持った高級スペシャルティカーという設定で4頭、4灯角型ヘッドランプや、カラードウレタンバンパー、ガラス調のリアガーニッシュや、B ピラーフィニッシャー、 尻尾長エンブレムを装備し、後の初代ソアラやマーク23兄弟などに代表されるトヨタハイソカーブームへ続くバーガンディの内装など装飾による高級感の演出の元祖であり、その3年後に登場する初代ソアラの源流にもなった車種である。エンジンは直列6気筒2.0リットルサイチェシーと2.6リットルサイチェシーが搭載された。その後、 1980年2月に登場するセリカの4度セダンモデルとなるセリカカムリ同様フロントグリルの造形にトヨタの T をあしらい同じモチーフを用いた同社最高級スポーツカー 2000GT を彷彿させた日本国内の CM キャラクターにはリック・ジェイソンが起用された1981年7月登場 初代がラグジュアリー志向の高級スペシャルティカーであったのに対し、初代のコンセプトを先に発売されたソアラが引き継いでいたため、二代目は一転してスポーティー路線へと変更された。CM でもロータスの創始者であるコーリン・チャップマンを起用し、カタログでも走行性能の高さを全面にアピールしていた。なお当時あった。 足回りのセッティングをロータスが担当したという話は誤りとされていたが、後年トヨタ自動車から正式に協力関係にあったことが発表されている。外観は直線を主体としたシャープな造形のボディと空力を意識したリトラクタブルヘッドライトによるシンプルな顔立ちへと変貌を遂げた。CD10.35 という空力特性と全面投影面積の小ささで日本車としては 久々となる時速 200km オーバーを記録した。スポーティーに振ったキャラクターではあったが、装備は充実しており、カローラ県での高級車、及びフラグシップカーとしての役割も担っていた。クルーズコンピューター、ソアラに初採用された、デジタルメーター、オートドライブ、スピードアラーム、電子チューナー AM、FM ラジオカセットオーディオとウーファー1個、ツイーター2個、 スピーカーにこの5オーディオシステムが装備されていた。中でも注目の装備は目的地の方角を入力するとその方角を指示し、目的地までの距離をコンピューターが算出するクルーズナビコンが 2800GT にオプション設定された。バーガンディの内装設定も引き続き採用され、サンルーフは初代の手動式から電動式に改められた。 自ら所有していた福野霊一郎はセリカのノーズに強引にソワライオーエンジン乗っけてアメリカ人騙して売ろうと考えたインチキで打ち上げスポーツカーもどきと評している。後にオプション紙でターボチューンが施された。ありがとうございます。